よ。怖い。怖いよ。刺さないよ。刺すね。まあ大丈夫。ええー。重すぎるぜ。なんですかシェフこれ。すっごいね。大きいよ。めちゃくちゃでかいね。うわ。すごいわ。お、じゃあ逃がしますか。さようなら。何すか？一応フィッシュマンのコモードと、はい、ビッグシューター、はい、クラッシュダイゴ。クラッシュダイゴ。クラッシュダイゴ。動き見てただけなのにね。競争でちょん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 ってやったらいきなりこう。さすがです。いや、50本の。いい3本です。まだシーバスはじゃあ始まってないってことで帰りますかね。はいはい、先輩はなさそうですね。太いね。ただ何センチか測っときます。はい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 。おお、74? 74だね。74。はい、はい、ディズニーランドに似合わない男がディズニーランドで74。やったー、でかい。太いね。夢の島の横にこんなでっかいのがいましたよ。はいよ。おお、これは歴戦のあのジョイクロっすね。なんかね、釣ってる。何匹釣ったかわかんないジョイクロ。ジョイクロ魂入ってます。かなり重りね。あ、針すげえこっちにつけてる。ガマカツか。これはカルティバ。カルティバのか。うん、STX だ。STX か。すごいね。調子です。はい、シーバス夜練習ね。え、久しぶりにいいサイズ来ましたよ。ジョイクロにね、がっぽり。久しぶりのジョイクロ鈴木は68センチほど。はい、こんな感じでね、大きな鈴木釣れるシーズンになってきましたよ。じゃあね、引き続き流れのシーバス攻略頑張ってます。うわーわー、ジョインテッドクローね。こんな感じで、いい鈴木がいい大きいサイズの餌食い出してますよ。じゃあ逃がします。